全然痩せない、やばくね。はい、こんにちは。今日なんですけれども、私 D さん、はい、もう何とでも言ってください。もう豚だ、あ、わしゃ豚や、飛べない豚や、くれないよりも豚やちょっと前にあの下赤塚の、まあ、焼肉の動画出したじゃないですか。でそこから止まらないのよね、食が。てんやの天丼を2個食ってみたいな、ね、もうラーメン食った後に松屋行ってみたいな生活を送ってて、これは本格的にちょっとやっべえぞみたいな、やっべえぞよりも本当にやべえっていうことになって、これはもうちょっとガチで減量しなきゃなということで、今日からちょっとガチモードに入ります。一瞬1ヶ月やだねー、やだねったら嫌だねー。いや本当にね、ちょっと嫌ですけども、まあ仕方ない。もうマジでこのままだとさ、コメントとかでも D さん最終的にはちゃんと体作るからなとかね、こう上げてくれる人もいるわけよ。期待を裏切る結末になってしまう、期待を裏切る結末になってしまいますので、今日からマジでガチの減量していきたいと思います。で、どうしてもね、今お酒がやめれなくて、なので、まあちょっとローファットのカロリーでいきます。はいちょっとあのケトジェニックダイエットは暇な期間じゃないとね、ちょっとできないので、まあローファットでカロリーで、やっていこうかなと思います。で最初の1週間、まあ今日から最初の1週間は1500キロカロリーで、いきます。でまあローファットカロリーちょっと最初落としすぎじゃねみたいな、まああると思うんですけれども、俺の場合ね、こう体にスイッチが入らないわけよ、減量の。だから一番最初は1週間ズドンと落としていって、で1週間後から、で今回は2200キロカロリーぐらいで、まあ調整してローファットカロリーでいきたいと思います。あのダイエット初日とかは結構その体の中にやっぱりまだあの消化されてないものが残ってるので、消化させていきたいので、カロリーもちょっと落としていくっていうような感じです。で、俺はよくそのダイエットするならまずカロリーで口酸っぱく言ってるんですけども、そのカロリーの中でも、そのじゃあ1日2000キロカロリーとか1日1800キロカロリー、じゃあその中だったらケーキ何個でも食っていいんだとか、まあそういう風な感じで思ってる方いると思うんですけれども、でカロリープラス、脂質をちゃんとカットしないと、カロリーをいくら制限しても脂質を取りすぎてとか血糖値上げすぎたら体重が増えるっていうデータもありますので、脂質はカロリーが一番高いから、まあ、カロリーカットするイコール脂質もねカットされるっていうことなので、まあ大まかにカロリーって言ってますけれども、まあその中でもやっぱりローファットはちゃんとやっていこうかなと思います。糖質プラス脂質が一番太るから糖質を入れる代わりに脂質はちゃんと抑えていくっていうような感じでございます。タンパク質と炭水化物に関しては、カロリー内で収まるような感じで、やっていこうかなと思います。ということで今日はちょっと軽くその初日のメニューをねお見せしたいと思います。俺ね今炊飯器も冷蔵庫も持ってないわけよ。まあ冷蔵庫は持ってるんだけども、うるせえからもうコンセント抜いたままなのよね。うん、ちょっと見る、こういう感じで飛行機の模型のところにコンセントがね引っかかってんのよ、ほらここに刺すの。なのでまあ冷蔵庫はちょっと実質ないから買わなきゃいけない、あと炊飯器もないから買わなきゃいけないんですけれども、まあちょっとね炊飯器が今日はないので、こちら、売ってたご飯 200g 白米でいきます。カーボは僕は玄米はあんまり食べないので、白米と、あと干し芋がなかったんですよ。なんか探してもなかったから、こんな便利なもの売ってました。蒸し野菜で、さつまいもとかぼちゃオンリーでございます。基本的にはやっぱり芋カーボ俺は結構食べるから、減量中は、うん、でかぼちゃとさつまいもってこれすごくね優秀でしょ。タラですね、はい、タラを買いました。ちょっと安くなってた、これはグラム数でいうと 148g 入ってまして、なんとこれ204円のところが163円になってたので、まあ、これをちょっと焼いていきたいと思います。俺料理チャンネル実はやってるんですよ。黒髪のそのチャンネルっていうチャンネルで料理を最近やってまして、そういう兼ね合いもあるから、ちょっとケトよりもね、ズボラ酒っていうコーナーもあるので、ケトよりもまあこういうような、ちょっとローファットカロリーで今回は、しばらく行こうかなと思います。ただどこかに必ずケトジェニックダイエットは入れます。僕は体質的にはすごく相性がいいので、はい、ということで行きましょう。まず火をかけて、あ、間違えたこっちやった。マダイをね、開けます。オープンしますね。マダイじゃない、タラね、はい、あ、さ、テラピアってどこで売ってんの？テラピアってさ、俺見たことないんだけど、あれおしゃれ魚もしかして。
ということで、いきます。あの強火はやめろみたいな感じのことを料理チャンネルで指摘されたので、今日は、中火でいきます。あ、で、熱いっすね。で、これ で油はね、これ、見て MCT オイルをちょどっとかけます。はい、ほんとにちょろっと、はい、こんな感じでいきます。じゃあ油遅いけどね、うるせえな、うるせくねえな。よし、はい、こんな感じで塩コショウがないんだよね。こちらシーズニング使います。はい、イタリアンシーズニング、ちょっと今日は洋風な感じでおしゃれにしちゃいます。はい、もうあと余熱でいいっしょ。こんな適当な料理でもボディメイクできるから。完成です。こんな感じでね、うん、ええじゃないですか。はい、ということで無事完成しました。まあなかなかね、質素ですけれども、最初ね、俺結構こういう質素系のものいかないとこう体に本当にスイッチが入らないから、最初の1週間ちょっと厳しめにいきます。その後は結構その美味しいさ、またディーメンとかさ、ああいうことやっていきますので、まあそれはまた楽しみにしていてください。ということで、いただきまーす。結構美味しいと思うんだけど。え、うまいよ。うまいっすよ。うん。これチンしてないからね、ちょっと冷たいんですけど。うん。なんかさ、冷たい白米食べるとしゃっくり出るよね。なんでだろう、あれ。うん。なんかやっぱりこういう、けどこういうものを食べてるとやっぱり減量してるなみたいな感じになります。俺は玄米もオートミールも食べないから、基本白米と芋。うん、いい感じでございます。ごちそうさまでした。ということで、無事食べ終わりました。まぁ、ちょっとね、こういうような食事を、まぁ、一週間続けて、まぁ、こういうような食事っていうか、まぁ、結局、カロリーを制限すると、カロリーを制限する、プラス、脂質もある程度抑えたいので、まぁ、ちょっとね、最初の一週間はバチッと減量を入れるっていう感じで、こういうような食事でやっていきたいと思います。ただ、お酒だけは飲ませてくれ。常温でもいいから缶ビール飲ましてくれ。もしお酒ないとダメや。ダメやからな。はい、ということで、まあ、ちょっと酒は飲みながらね、こういうような感じのことをやっていきたいと思います。あー、早くチートデー来ねえかな。ということで、D さん、割とガチで減量スタートしていきますので、よろしくお願いします。それでは。Yeah, but I'm up.